曹操は徐州に刀剣を打ち、弱肉強食の世に改めて名乗りを上げた。またその一方で、彼の孤高たる将らが遠州で呂布を撃退。曹操の力は巨匠を中心にその輝きを増していった。そして徐州での戦いから3年、曹操に新たな機が訪れる。長安にいる帝からの再びの密命。長安脱出、李郭郭氏らの手を脱し、天使たる姿を取り戻す。帝の悲痛な恋に応じ、曹操は皇帝包帯を掲げて長安へ赴く。無論善意良心だけではない、この先描く力のためでもある。だが曹操の動きを察知した野心の輩がその道を阻む。曹操、花公園、李典、徐光は横島なる手を打ち払えるか。帝を連れた決死行、巨匠への長い道のりが始まる。徐光明、ひたすら武の道を極めん。つけてきやがったか。いたぞ、逃がすな。アウトだ。さすがこういう花は効くらしいな。まったく年ったらあるしね。名族を拒る遠州らが帝を得たなら、その意向を力して動くであろう。な、奴らでは乱世は越えられるまい。帝の意向をいただき、力を束ね、新たな断りをし、それがわしの、そして天下の進む道よ。前からも来るようでござる。皆、進路の覚悟を最優先せよ。このまま一息に巨匠まで駆けるぞ。行く手を阻む者どもを一掃するのだ。帝の守りも怠るでないぞ。曹操どもを止めろ。帝は俺たちのものだ。貴人を支えるも武のあるべき形。徐光明、全力で帝の道を切り開かん。奴が出てきた感動を防ぎ、後続を断つのだ。予見しました、殿。なんで、ここで見せ場の一つも作っとくか。この俺が相手だ。武の剣を見よ。知るがよい。北部、わしらが長安に引き返しています。
接触したか。はい。急いで帝の場所を取り戻すぞ。ちっ、割れちまったか。いいから帝はこっちによこせ。
早くこの賊を何とかせよ。あれ、帝は俺がいただく。あんたのそばにいれば俺は安泰。いや、こっちの話だって気にすんな。お察しいたします、陛下。この宋孟徳なる者も、あの董卓と同じく、不敬不忠の徒であろう。そうお思いになるのも、無理からぬこと。
違うと申すか。陣をいただくと見せ、己の野心を果たす。それがそなたらであろう。野心。確かにこの私にも野心はあります。人は欲で動き、心で惑います。欲も心も立さねば世を乱すもの。この乱世の有様はまさにそれと言えましょう。私はそれを良しとはいたしません。故に欲と心を力で制し、断りで立し、もって天下を正す。それがこの宋孟徳の野心にございます。力と断りで天下、世の形を作るというのか。まさしく。そしてその天下の頂には、犯すべからざる力と断りの象徴、陛下が必要なのです。乱世に過ぎしを求めるよりも、そなたと共にある方が良いのやもな。ならば曹操、我が臣として世を正してみせよ。仰せのままに。